事務所独立問題で洗脳騒動が勃発、うん、いやこれ結局何だったんですか。あ、これは結局だからもうこの字の通りですね、うん、独立しますダメですしますダメですっていう、うん、である日ずっと話し合ってたら急にその話がブワーって勃発して、はい、長年こう一緒に仕事してた構成作家の友達に飛び火して、でなんか急にストーリーがバーッと大きくなっていって、気づいたらマンションの前がすごいあの工事現場みたいになってなくてっていう。え、当時洗脳してるって言われた人が構成作家とか。もともと作家なんですよね。占い師って言われてましたよね。じゃその話をし始めたな。まあ多分なんかすごい広中先生に電話せんとダメになる。結果的にはだから裁判みたいになったけど、うん、スポーツ紙を中心に裁判をさせてもらったんですけど、まあ、全部勝訴というか、うん、いやだから軒並み嘘やったやないかいっていうことですよね。いくら言っても本当のことを言うと違う話にされるんですよね。なんかおどろおどろしい話に。怖え大変でしたね中島さん。大変面白い場所。あさっての方向向いてる。そして騒動後の2013年に中島智子が荒稼ぎした超意外なセクシー仕事とは。洗脳騒動がきっかけで芸能活動を休止した中島さん、うん、2013年意外な仕事で荒稼ぎされていたそうです、うんうん、それがこちら、セクシービデオの監督で荒稼ぎされてましたっけ。そんなの結構これは稼ぎましたね、ゼニ的には。あのそもそもきっかけ何だったんですか。きっかけは SOD っていう会社 の、はいはい、あの高橋がなりさんという方が、はい、新しいサイトを立ち上げるって言って、はい、広田亮奈さんとか監督されてて、はい、あと岩井志麻子さんとか、はい、一人一作で映画っぽく、例えば韓流が好きお好きなら韓流テイストのちょっとこうラブシーンがちょっと入ってるけど本場はなしっていうので、女の子向けのセクシービデオを中島さんもやってみませんかって言われたんで、友達が脚本やってるから、じゃあ私角川映画好きだからちょっとすごい青春でやってください、いいですかって言ったら、いいっすよって友達に書いてもらって。結構当たったってことですね。当たりましたね。毎週1回で200万ビュー当たって、それを結局7本取ってすごい売れました。何本入るんですか。確かにちょっと興味全く想像つかへんから。それは多分ね、あの SOD とここはもうズブズブなんで言ってもらってそうだったんですね、はい、うん、SOD 軸の番組SOD 軸の番組やったら、ね、知らんかったけどね。取材させてもらってますんで。セクシービデオ監督としても活躍していた中島智子、その桁違いの銭事情とは。すごい売れました。何本入るんですか、うん、いくらかっていうのは分からないけど、制作費が1本1500万使ってもらってました。日本ではそれかなり高いですよね、普通の AV として考えた場合は、はい、そうですね。詳しいな。なんでお前 AV の制作費知ってるの。だいたいわかるやん。書いてる。いや書いてる。私は監督って言ってもその結構天才ディレクターって言われてる方と、まあ、ぶっちゃけない内情は私の友達と2人でやられてて、私はどっちかというと広報に近いんですけど、そうそう、でもほらいいシーンとか、すいませんもうちょっとタイミング早くしてもらっていいですかとかいうは口出していいって言われたから、出したらお前黙っとけって言われて。いやちょっとすごいいろいろ話聞きましたね、はい、そうですね、衝撃です、うん、なんかでも俺編集したら使われへんとこ多すぎて足りてへんのさ。ショートしてんちゃうかなって。そやな、あとまさか の、 あのこの財布のコーナー4分の2 AV 監督でしたね。YouTube で見られるのはここまで。アベマならゼニーたちを最初から最後まで存分にお楽しみいただけます。動画の続きはこのボタンをクリック。